忘れ物をしたのでパドックに戻ってきました。パドックをずっと歩いてみたいと思います。成田選手のパドックです。まず、マシンが寂しそうに、一応スタンバイ状態にあるんですが、どうも成田選手はこの会場へ来れるかどうか、出場は、ほぼ絶望という状態です。おはようございます。さあ、チャンピオン争い、まず IA2 ランキングトップの小島拓磨選手のパドックです。そしてお隣は KTM、 左手には、鈴木ワークスチーム鈴木のパドックです。IA1、 まさに準備の真っ最中という感じですね。隣はドリームホンダのパドック、今、テントからマシンが恐ろされたところです。お迎えには KTM さんのブースがあります。そして、ホンダさんのブース、おはようございます。お迎えには、チーム高瀬のパドックです。そして、KRT IA1 ランキング2番手、田中貴子選手のマシンです。そして、小島拓磨選手とチャンピオン争いをする、こちらに勝谷選手のマシンがあります。以上、パドックでした。